い、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸1をお送りします。で、前回から数列がね始まって、でこっから等差数列っていう、まあこれ書いてあるけどね、これについてやっていきます。まあそれのスタート動画だね。なので今回ポイントが3つで、問題が3つ、計6問となっておりますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないとこがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回、数列って何？っていうのやって、まあ、こう数が並んでるやつを数列っていう話をしたんですけど、で、まあ、数列の中でも何種類か種類があって、その一つ目が、等差数列。等しい差の数列です。で、ちゃんと、まあ、教科書とかに書いてある表現を使うとね、各項に一定の数 D を加えると、次の項が得られるとき、この数列を等差数列と言い、って書いてあるんですけど、ちょっとわかりにくいんです、これ。なので、ざっくり言うと、数字こうやって並んでるじゃないですか。で、これわかるように、3がスタートなんですけど、2足して、2足してってなってるんだよね。で、これ言っちゃうと次も2足すの、ずーっと。そういった感じで、次に同じ数ずつ足していく。それを等差数列って言います。つまり、こうね、二つを並べたときに、5-3が2じゃないですか。比べたとき、7-5は2じゃないですか。等しい差なんだよね。引いたときに。だから、等差数列って言います。そういうのね、同じ数ずつ足してるんでしょうぐらいで大丈夫。で、そのときに、そのね、同じ数足してる、D を加えてる、まあ、D を足してるって言うんですけど、その D、足してる分の数のことを名前があって、交差って言います、それを。交差。まあ、これ名前覚えておいてください。だから、これだったら2ずつ足してるからね、交差が2になります。で、この時ですね、すべての自然数 N について、AN プラス1イコールホニャララが成り立ちます。で、これ先に書いてしまいますけど、AN プラス1は、AN プラス D が成り立ちます。これまず覚えてください。で、どういうことかっていうと、これね、AN っていうのは、その数列、一般項を出した時に、N 番目の数のことです。で、AN プラス1っていうのは、その N 番目の次のね、N プラス1番目の数のことを言ってます。で、何が言いたいかっていうと、AN プラス1。だから AN ね。じゃあ、例えばこれと使ってみようか。ちょっとね、答えね、先に分かっちゃうけど、許して。まあ、2ずつ足していくので、まあ、こう2ずつ増えていくわけですよ。こうやってね。その時に、例えば、これが AN だとします。ここ。N 番目だと思ってください。その時、AN プラス1っていうのは、その隣。次のやつね。これが AN プラス1です。で、その AN プラス1っていうのは、1個前の AN、これね、AN に D を足したものがこれになりますよねって。で、これ当然なるよね。さっきも言ったように D ずつ足していく。これだったらね、2ずつ足していきますけど、2ずつ足していくってことは、1個前のやつに D、今だったら2だね。2を足してあげたら次になります。っていうことを言ってる。だからそれがずっと成り立つよねっていうのを表したのがこれです。AN プラス1イコール AN プラス D ね。で、もちろんそれも覚えておいてほしいんですが、もっと大事なのが次だね。これはもう確実に外せないんですけど。で、また、初項 A。まあ一番最初のね、初項が A。で、交差が D です。まあ今だったら2ですね、この時だったら。交差が D。初項と交差が分かっている時に、その等差数列 AN の一般項の求め方の公式があります。で、これの求め方の公式が、A プラス、まあ、初項ですね。カッコ、N マイナス 1D です。カッコ、N マイナス1に交差の D をかけてください。これが公式。AN は A プラス、カッコ、N マイナス 1D となります。で、実際ね、下、求めていくんですけど、まあ、この問題はね、こう、並びを見て、まず四角に何が入るかを決めますとかね、求めます。で、その後にそれを含めて一般項も求めていこうという問題。で、4番に関してはさっきもう書いちゃいましたけど、2ずつ増えていくっていうのがわかるので、じゃあ次2ずつ増えるから、ここ9だよねっ
ていうのが分かります。これまずね、四角は終わりで、あとは一般項、これを出したいので、一般項は初項と交差があれば出せる、等差数列はね。で、今考えていくと、これ初項一番最初なんで3なんだよね。で、あ、間違った、交差は2ずつ増えていくから2になります。ってことは初項と交差が分かるので、an イコール、もう公式に入れる。a プラス、カッコ n マイナス1。まあ、かける d2 だね。まあ、前に2書いちゃっていいんだけど、普通だね。あれに当てはめるとこうなる。で、2を配ってあげると、2n マイナス2です、ここ。2n マイナス2と3を足してあげればいいから、2n プラス1と。これが一般項となります。で、この辺はね、まだすごくシンプルで簡単だから全然やらなくてももちろん構わないんですけど、ちょっと癖をつけてほしいことがあって、一般項、まあ、出すじゃないですか。で、出した時にもちろんこんなシンプルじゃなくて、なんとか分のなんとか n 乗マイナスいくつとか普通に出てくるの。うわっみたいな感じのが。で、その時にその一般項が合ってるかどうかを確かめる方法がある。それは n に適当な数を入れてみるんです。特に今この場合だったら、初項、第2項、第3項、第4項分かってるから、まあ、これが合ってる前提になるけどね。例えば、1を入れるじゃん。1、n に。1を入れると、2足す1になるから3でしょ。初項3、あ、一致すると。n に2を入れます。2、2が4、4足す1で5。ちゃんと5になってる。で、3も入れると、2、3が6の足す1で7。だから、7になってるよね。で、そこまで合ってれば合ってるから、一般項。もちろん時間に余裕がある時とかに限るかもしれないんですが、確かめられるものっていうのは、ケアレスミスを減らせる、ね、なんだろう、コツとなりますので、まあ、ぜひね、そうやってできるんだってのを覚えておいてください。で、次が、初項がわかんないんだよね。だけど、このね、後ろの部分を並べて、比べていくと、こう比べていく。11から8、どう変わってるかって、3減ってるんだよね。で、この交差に関しては、プラスじゃなくても構いません。減ってももちろん OK です。だから、マイナス3ずつ増え、まあ、増えるって言うことが欲しいね。マイナス3ずつ変わるって考えるといいかな。で、8から5も同じく3引いてるでしょ。っていうことは3ずつ減っていく。そういった等差数列なの。5番はね。じゃあ、ここどうするかって言ったら、11から3増やせばいいね。こっちだったら。つまり、ここは14になります。そうすれば3減らせば11になるしね。で、今やった14が初項になると。で、交差はマイナス3です。3ずつ減っていくからね。で、an 求めていくと、初項プラス n マイナス1かける、d だからマイナス3と。慣れてきたら暗算しちゃって構わないからね。しっかり書かなくていいから、これは。で、マイナス3配ると、マイナス 3n プラス3です。マイナス 3n プラス3。だから、マイナス 3n プラス3とこれを足せばいいので、17と。これが一般項です。5番のね。で、ラスト、6番いきましょう。で、ここはですね、解き方が2つというか、もっとあるかもしれないんですけど、パッと思いつくのが2つあります。で、これ3つしか今回項がないんだよね。そうすると隣で比べられないの。いくつ増えてるとかわからないんですけど、これ11から25、これ技を使わない方ね、地道にやる方なんですけど、11から25、1個飛ばしてるけどね、ここが今プラス14してるんだよね。11から25、14してるってことは、でも2つ飛んでるからさ、14、2個行くためには、じゃあ1個いくつ増えればいいかって、プラス7だよね。7、7って増えれば14になるからさ、っていう風に考えて、あ、7増えればいいんだ、じゃあここ18なんだね、という風に出せばいい。で、これも初項が a イコール11で、交差が7かで分かってるので、 an イコール初項かけるじゃないプラス n マイナス1かける7となっていて、7配ってもらってから 7n プラス4 と。
これで一般項 OK となります。で、これがまあ多分オーソドックスな解き方になるんですけど、もう一個ね、ぜひ技をちょっと覚えてほしくって、これね、今3つあるじゃないですか。で、ちょっと真ん中分かんなかったんで X だと思ってください。で、その時にちょっと書こうか、 11x25 って等差数列の時だけだよ、等差数列の時だけですけど、3つ項が並んでる時、真ん中の2倍いいね、真ん中の2倍は両サイドを足したものに一致します。いい、だからどうなるかっていうと、真ん中の2倍なんで 2x イコール両側を足したものだから36になります。で、両辺2で割ってあげれば、今外でね、雪がめっちゃ落ちてびっくりした、あれは18となって、ここ18ですよっていう。これね、よく使うんで覚えておいてください。多分次回かなの動画でも一問使うんですけど、等差数列の時は真ん中の2倍です。で、よく書いてあるのは、これ入るかな、ちょっと待って、ね。まあ、教科書とかに書いてあるのは、ABC って書いてあると、2B イコール、真ん中の2倍は、両サイドを足したもの。A たす C に一致するよってギリだったね。これよく書いてありますけど。これもぜひね、覚えておいてください。いいかな？では、と思ったけど、ちょっと 2B があまりにも切れたので、ギリギリちょっと上に書いてみます。いてて。だから、2B イコール A たす C ですね。まあ、次回の動画の問題でも使うんで、そこでもね、取り上げますが、まあ、もしよかったらこの段階で覚えてみてください。では、今回は高校数学数 B の等差数列とその和丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2、問題演習3問をやる予定なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。